リードライバーの新井俊弘です。これ WRX-STI は量産車なので、全ての方が乗って満足するような車に仕上げて出荷されてると思うんですね。でそこにこのサスペンションをつけることによって、もっとやっぱり運転を楽しみたい、もっと自分で上手くなりたいって人には、やっぱりそのサスペンションをつけることによって車がもっと自分なりにスムーズに動くようになりますし、もうちょっとその走るステージを特化したようなことにやっぱりセッティングができますので、やっぱり自分の走るステージがもっと速く走りたいよ、もっと上手くなりたいよっていう人には、こういうサスペンションをつけることによって本当に手足のように車が動くようになるかなと思います。 HKS のサスペンションは全てメイドインジャパンです。 HKS 内の工場で一本一本ハンドメイドで作られています。スバル WRX-STI のようなストラット車には倒立構造という方式を採用しています。これは純正にも採用されている構造でして、非常に剛性感があります。この剛性感と路面の凹凸をしなやかに吸収するサスペンションセッティングによって、さまざまなステージでハイレベルなコーナリングを実現できます。まあ、ターボエンジン、イージーエンジンに関しては、低排圧化をすることによって、抜けが良くなって、性能が向上します。スポーツ触媒、メタルキャタライザーを交換することによって、さらなる低排圧化で性能向上を図ることができます。その上で、フラッシュエディターによって ECU を書き換えることによって、データの最適化を行って、圧倒的なドライバビリティと性能向上を得ることができます。